はい、どうぞ聞こうですね、ブラックジャック、やってきました、しばらく経ってるんで、まあ、最近ですと写真撮ってるなんていう記事も少なくなっているんですけども、ブラックジャックってのは有名な手塚治虫さんのですね、作品の一つで、まあ、男性の人でしたらね見てたかもしれませんね。週刊少年チャンピオンで掲載されて連載された、まあ、超有名な、漫画なんですけども、ちょっと特殊なですね、まあ、医療漫画ってやつですけど、特殊なこう主人公を描いたちょっとマニアックなですね、まあ、もちろん想像の人物ではあるんですけども、こう医療のですね、まあ、今で言ったらドクターなんとかですかね、まあ、魔法のようなですね、まさに神の手を持ってるんじゃないかっていう医療技術を施してですね、まあ、施術、手術っていうんですかね、そういった方もの、まあ、描写が描かれていると、まあ、非常にこうマニアックな面ですね、こうなんかこうちょっと信仰じゃないかなって、信仰っていうのは宗教のことですけどじゃないかなって思うようなですね、感じの部分もあったりですね、まさに神の手っていうようなことがですね、非常に似合う方だなと、治せない病気はないぞというような感じですよね。まあ、ここの像はですね、そんなに駅前なんで、ちょっと、まあ、検証像っていうよりも、まあ、この漫画主人公キャラクターの像なんで着色されているという像になります。まあ、駅前のロータリーなんで、ちょっと今日陰から、ね、遠目に映してるんで、このような感じですけども、まあ、来れる機会があったら見てみるといいと思います。ここはですね、西武池袋線の東久留米駅の西口になります。はい、ブラックジャックの像でした。